テツヤさんも触れておられるんですがアメラド製作所が得意とする MLCC は電子機器内部の電気の流れを安定させる EV 車に欠かせない部品同社は4割の世界支援を持つ2022年3月期の同社の売上高は約1兆8000、ね、億円で MLCC はその約4割を占めるだが米国の対中半導体規制強化でシグコの EV はどうなるのかわからない台湾有事は眼中にないのかとおっしゃっていますね でこちらあ平井浩志さんのツイートをカルタさんが紹介されていますね。外国人による不動産取得を制限なしで調印したガッツ協定の改正をしない政府の不作為岸田政権は不平等条約を改正した明治維新を見習いこのままでは国土,が国土が外国人の所有物になる日本国憲法の財産権は強いのでこの問題の放置は我が国に深刻な果敢を残すというふうなツイートを紹介されてカルタさんも紹介されていますね。 インスが終わった頃に日本は悲惨なことに、えー、政治家の怠慢もしん許し難いとおっしゃっていますね。このガッツ協定というのはあ村山富一政権時に外国人による不動産取得を制限なしで調印したガッツ協定というふうにおっしゃっていますね。これを改正しない限り問題は終わらないというふうにおっしゃっています。で、こちら。岸田政権の国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議の構成員がこちら。 朝日新聞、日経新聞、読売新聞、銀行マン、国防現場の専門家なし、ネットの反応、いかに日本の防衛力を削ぐかを考えたメンツみたいというふうに紹介されていますね。ね専門家、有識者会議っていうのはね、すごいことになってますね。高橋さんもこのようにツイートしておられます。このまま財務省の言いなりで終わるのか 石田首相最後の手は、埋蔵金の活用しかないというふうに押しておられます。今日のマンデーバスターズでもすごく押しておられましたので、今日のマンデーバスターズの方もぜひご覧ください。こちら、Z は自分のところの巨額な埋蔵金50兆円を温存するために、多少の小粒な埋蔵金0.1兆円程度に話をそらす、独自、えー、独法の積,、えー、積立金前倒し返納で防衛費財源を確保へというふうに言われていますね。いやー。 高橋さんは最強ですね、本当に。でこちら、長射程ミサイル1500機確保10年後メドというふうな記事を紹介されています。日本政府もようやくまともなミサイル戦略を立て始めたようだ。あとは源泉6隻以上で核 SLBM を撃てる体制を築くことだ。これ以外にないし、まさに時間との戦いだ。一刻も早く整えるべきというふうに徹也さんは指摘してくださっています。でこちら 加藤さんですが防衛省が反撃能力の一環として長射程ミサイルを1,500機また、巡航ミサイル、トマホークを潜水艦に搭載することも検討するという問題はこれが実現するのが早くても1 0年後ということ防衛力強化をもっと急がなくてはならない岸田さん防衛省の言うことなど聞いていたら日本は滅びるというふうに説明しておられてこちらですね政府長射程ミサイルを量産化極超音速も開発へというふうなことも言われております。 でこちら、チュルの官邸監視、戦闘機では費用対効果悪い、海保と海事が無人機を共同運用へというふうなことも言われていたり、こちら、今後日本の安全保障にとって四国の脅威が高まると思うが80%だったというふうな世論調査も出てきております。で、こちら、産経の主張の中のことだと思うんですが、海保産の防衛費参入に産経が海の警官、警察の海保を 侵略をが日本の軍事組織とみなし、宣伝することに手を貸す。四国等に解放の方針行を軍事行動として侵略の効率にされかねない。国民の安全にとっていいことは少しもないと。岸田省財務省は日本を滅ぼすつもりか、というふうにおっしゃっていまして、こちら。デモ隊が日本のトマホークミサイル購入に反対というふうなことも言われているようですね。いやー、すごい。すごいことになってますね。ある意味ね。で、こちら。 中古防衛装備の輸出条件を緩和政府戦車やミサイルというふうな記事も紹介されています。石田さんはいいことですねというふうにおっしゃっていますね。でこちら、岸田内閣のシリーズ36%最低、ついに30%台というふうなことも言われておりますね。はい。政府が賜めた物価高対策となる総合経済対策については評価するが62%でしたというふうなことも言われているんですが、え、ね、 支持率が本当に下がってきていると前の月より9ポイント下がり初めて30%台になりましたというふうに言われておりますねでアビルさんもこのように言われています読売でここに来て9ポイントの下落か女性、若年層、自民党支持層が離れたのは状況に流され受動的で期待が持てないということかこれで防衛費で財務省に押し切られるときついというふうにおっしゃっていますね でこちら、カルタさんですが、読売 NNN の調査で岸田内閣支持率は36%、先月から9ポイント下落し、5回連続で最低支持率更新中、もはや下落は止まる前、開保予算の防衛費参入や増税など、財務省の手のひらで踊り続ける首相が支持を受けるはずがない、支持を受けるはずがない、公明配慮で寄付上限を定める案にも反対。 党内政局勃発のきっかけが焦点にというふうに言われていましていつどういうきっかけで起きるのかということが焦点だというふうにうことでどうなっていくんでしょうかね、えー、続きましてこちら岸田首相10月4日経済対策検討加速10月5日消費者契約の見直し検討加速10月17日適地攻撃能力検討加速10月24日防衛力の強化検討加速ネットの反応どれも実行しないの言い換えあなたたちも岸田内閣 岸田批判、加速しろよ、わらわらというふうに言 <laughs> われていますね。検討加速ってすごいワードですね。検討ばかりの岸田首相、最近は検討の加速がお気に入り、SNS はもう何でもありと呆れ声というふうに言われています。ね、すごいですね。で、こちら、ツイッター、財務省の犬、財務省のポチと言われていますが、ご存知ですか岸田総理、正直言って何でだろうかなと、自分自身は首をかしげている。これが正直なところですと。 予算を膨らませばいいという話ではない。全く自覚がないところが大問題であるというふうに言われていますね。いやー。いやー、自覚がないということがわかりましたね。で、こちら。外国人の生活保護を定めた局長通知、見直す状況にない政府が答弁書というふうな記事が出ておりました。で、これについて、 えー、平井さんは、我が国は法治国家、岸田政府は2004年最高裁第2、小法廷が生活保護法が適用対象と定めた国民に永住外国人は含まれないとの判決に従う必要がある。我が国で生活に困った外国人は母国に帰国し保護を受けることになるとおっしゃっておられます、ね。こちら、吉田さんですが、岸田内閣は本当に不勉強ですね。 え勉強不足ですね1954年と現在では状況は大きく異なっていますというふうにおっしゃっていたりまたこちら忽澤さんですが岸田内閣外国人生活保護を続けると閣議決定選挙の前にそれ言えるのかこの卑怯者と非難合合自活できない外国人は強制送還するのがグローバルスタンダードだぞ馬鹿総理というふうにおっしゃっていますね。 ね、こちら、日中首脳会談を調整3年ぶり、今月中旬にもというふうな記事を紹介されて、我が国の e z にミサイルを5発も撃ち込んだことへのけじめはしっかりつけさせるのか、まさかそれは不問にして、不問に付して、政治には妥結が必要とか言って、何らかのお土産を持参したりはしないだろうなというふうに注意をしていらっしゃいますね。ね、こちら、河野太郎大臣、記者内閣の私立低迷に言及。 一騎一鎖する必要はないも、けじめつけることは大事というふうなこともおっしゃったようですね。狙ってらっしゃる感じなんでしょうか。でこちら T7 介護、林外相、C 国と協力できる分野では協力する必要がある。ネットは批判、協力するところなど1ミリもない。やはりあれだったか、情けないというふうに言われていますね。 でこれについて唐田さんが紹介しているんですが d 7外相会合で林外相が私国に大国の責任を果たすよう求めるとともに協力できる分野では協力する必要があると伝えることが必要と唖然とする意見改靳他の出席者はルールに基づく国際秩序のもとでこそ協力は可能と備中外相が安倍氏のレガシーも消すこんな恥知らずがなぜ外相というふうに言われていますね。はい他国の 方ににたししななめらられるよようう形っってまでですすねでこちらカルタさんですが国葬儀での台湾廃止に続き林外相が大阪万博でも台湾名義での参加は認めないとの信じがたい通知を台湾に野党は日本は万博の名義さえ台湾に力添えしない本当に台湾を支えてくれるのかと非難を発展非難を展開地国の利益のためだけに動くこの外相はいつまで日本の国益を損ない続けるのかと。 おっっしゃっていいますすね分かりやすいあ,るある意味ですよいろんな意味で分かりやすいっていう感じですよね。G、7議論日本がリード林氏外相を評価というふうなことが言われていますね。踏み込んだ議論ができたと評価したとおっしゃっているようです。 こちら小崎奈々さんですが自民党の日本の尊厳と国境を守る会が警国軍がレーダー照射事件を謝罪しないまま自衛隊観艦式に招待されたことに遺憾表明これに警国外交部は警国は被害者だと反論し警国野党は日本に謝罪させるよう国防部に促した日本政府はこの問題に黙ったままでいいのか守る会の遺憾表明を受け警国野党は今日国防部に日本が観艦式に招待したのに 警告軍官を冒涜したと指摘。国防部のシン・ボムチェル次官は守る会の動きは把握していなかったとしながらも、レーダー照射事件に関して、警告は被害者だと明言。警告野党は日本に謝罪させるべきだと主張した。必ず言うと思った。日本が招待したくせに、日本が招待したのだから、警告に敬意を払って、紹介機事件を謝るとでも言うのか。カすス・すスも事件当日に、きちんとこの話に決着をつけられなかったことが悔やまれる。 関係改善はいいけれどこれまでのことをおやめにすれば必ずまた同じことをされる。渓谷国防部の新次官はレーダー照射事件に渓谷の謝罪がないことを問題としたのが日本政府ではなくただの議員グループを守る会だったので日本に特に抗議はしないとしたつまり日本政府はレーダー照射事件を問題だと思っていないと解釈されたことになる。日本政府の意思表明意思表示が絶対に必要というふうにおっしゃっていましてこれ本当政府がやらないと。 どうするんですかね。いや、本当大問題ですね。こちら、平井さんですが、政府自民、日韓改善に前の入り、大人の対話で、懸案棚上げというふうな産経記事を紹介されています。日韓、韓日議連、韓日議連は、合同総会を開き、共同声明には、警告側の要請で、日本の永住外国人に違憲である地方政権不要実現に向けた協力も盛り込まれ、盛り込まれた。 首脳が頻繁に往来するシャトル外交の復活や文化交流の促進なども明記。安倍総理が暗殺され、美観、売国土が動き、うごめき始めた。要警戒というふうに言われていますね。本当安倍元首相がいなくなって、ね、こういうのはうごめき始めましたね。いやもう本当にやばい。本当になんかこう <laughs>、どんどん悪い方に進んでる感じがしますね。で、こちら。 新会長不在安倍派の密会で起きたハプニング幹部が集まる会食の場にある人物が現れたというふうなことが言われていましてここからこ会員限定になっておりまして誰が現れたのかちょっと確認できないのですがあご興味のある方ぜひこちら確認していただけたらと思いますねメンバーは同派の塩谷氏高木氏松野氏西村氏萩生田氏世耕氏の6人であるもちろん同職の会食は秘密にセットされたというふうに言われていますが突然 現れれたといいう,うに言われていますね誰が現れたんでしょうか森本首相ですかね誰なんでしょうかねでこちら安倍氏後継決めきれず山口四区補選市民苦慮というふうなことも言われておりましていろいろ苦慮されておられるようですねでこちらこれびっくりしたツイートなんですが「私欲ということを出すな高市早苗大臣が岸田首相との会話を暴露よく言ったぶっちゃけすぎと賛否 渦巻くというふうなあフラッシュの記事なんを紹介されているんですが、アビルさんが直接高橋さんに確かめたら、これは岸田省ではなく官僚に言われた言葉でしたとのことで、官僚の方に四国という言葉を出すなと注意されたんですね。これ衝撃の事実ですね。いやそれだけ官僚の方が市国に配慮しているということが露見したようなお話。 かと思いました皆さんどう思われますでしょうかぜひ皆様のご意見などコメント欄にいただけたら幸いでございますというわけでここから先はメンバーシップとプレミアムメンバーシップ両方の皆さんに向けてのコンテンツとなりますここから先は一般公開で扱いにくいような情報も扱いたいと思っておりますそれでは動画概欄からご視聴くださいエヴァシュさんもここまでですありがとうございました というわけで、これもたくさん紹介したいんですが、本日は以上です。本日も22時から長尾さんしたその Twitter 探偵団アーカイブが残っておりますので、ぜひそちらもご覧いただけたら幸いでございます。というわけで、本日もありがとうございました。それではまた。通信最後やっぱり癒し系動画で終わりたいと思います。本日は、こちら。見事なジャンプでしたねというふうに言われています。見てみましょう。 はい、計算しすぎてワクワクしてしまったコントみたいな感じでかわいいですねもう一つ見ておきましょうこちら終始ノリノリな顔ワをずっと見てられるということで見てみましょうはいというわけでいかがでしょうか このノリノリな感じいいですね。私もノリノリで過ごしますというわけで本日もありがとうございました。それではまた